日本の鎖釜術について詳しくお伝えします。鎖釜術は日本の武道の一つであり、武器として鎖と鎌を使って戦う技術です。戸田総一、宮本武蔵、田村義則は、それぞれ歴史的に重要な鎖釜術の達人です。戸田 宗一、戸田宗一は、戸田流鎖が魔術の創始者として、この武道の基礎を築きました。彼の技術は、鎖を巧みに操り、相手を制圧することに特化しているようです。この流派は、技術だけでなく、戦略と心理戦にも重点を置いていることが特徴的です。宮本、武蔵、 宮本武蔵については、彼が剣術において伝説的な人物であることはよく知られていますが、鎖が魔術においてもその才能を発揮したことは興味深い事実です。彼の多彩な武器の扱い方は、彼の戦術的な柔軟性と革新性を示しています。 宮本武蔵の影響は、彼の著作、五輪書などを通じて、多くの武道に及んでいます。田村義則。田村義則は、田村流鎖釜術を確立し、鎖釜術の技術を広大に伝えることに尽力しました。 彼の流派は特に実戦向けの戦術を重視しており、その訓練は現実の戦闘状況を想定しているようです。田村義則の貢献は、鎖釜術が単なる武術ではなく、実際の戦いにおける有効な技術であることを強調しています。 これらの達人たちの教えや技術は今日の武道や自己防衛の訓練においても価値があり彼らの遺産は現代においても大きな影響を与えています彼らが築き上げた技術と知識は日本の武道文化の宝物として世代を超えて受け継がれています